本当に今日は、大変お天気のいい中ご来場いただきましてありがとうございます。これから、群馬共同反対連絡会主催によります大学での軍事研究に反対し学問の自由を考える集い日本学術会議、2017年声明1周年をあたってということで会を始めさせていただきます。本日総合司会を務めます横地と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、開催にあたりまして、まず、この連絡会の、共同代表のお一人でいらっしゃいます西山勝夫先生の方から、挨拶の辞を述べますので、お聞きください。今ご紹介いただきました西山でございます。先ほども総合司会が申しましたように、非常にいいお天気で、しかも、皆さん年度末にかかわらずですね、今日ご参加いただき本当にありがとうございます。またこの下で書いてありますように、共催講演をいただいた諸団体にも改めてお礼を申し上げたいと思います。ご承知の方も多いかと思いますが、今日は本日までの流れを大まかに振り返るということで、私の挨拶とさせていただいたと考えています。今回は2016年の9月に27団体104名の参加で結成されました。池内悟さんが代表の文学共同反対アピール署名の会、野田龍三郎さんが代表の大学の部研究に反対する会と、私が代表世話人の戦争と異の倫理の検証を進める会の3団体が幹事団体とされ、各代表が共同代表に選ばれました。で、私は医学分野ということで選ばれたのですが、専門は働く人々の命と健康を守るための労働衛生学で、いわゆる社会医学の領域です。ということで、戦争は命と健康を破壊する最大の社会要因であるということを明らかにしてきました。2000年になって設立されました学会や以降の戦争と命の検証する会では730代に代表される医学者や医師による臨時党的な行為を検証し、繰り返さないで医学界に訴えてきました。で、今日皆さんの手順の中にこういうものが入っています。これは満州第730代の学位授与の検証を求める会の、署名や集会の案内です。これは最近の新たな取り組みです。この場をお借りしまして、ご協力をお願いしたいと思います。さて、今回の趣旨は、文学共同反対のために、参加者の交流と情報交換を中心として、できれば本会としての意見表明、共同行動を提起するということです。しかし当時はですね、押し切られないという状況でした。一昨年の10月には本会の発足を記念する集会が開催され、幹事会では目的を達成するための諸活動が示されました。これを受けて私の勤務地であった滋賀県では、全国では初めての府県レベルの文学共同反対連絡会が結成され、私もこれに参加して取り組みました。また全国的なことですが、昨年1月に呼びかけられた緊急署名が約9000筆に達するなど、さまざまな取り組みがされました。そして昨年の春先にかけて、ベストに近いとも言われる新生活会議の新声明が出されるという画期的な山場を迎えることができました。50年、60年の日本学術会議声明は、そのうち蝕まれてしまったという、こういう結を踏んではならないということで、新声明を広げ、予算が大幅に増額された防衛装備庁の制度に応募させない取り組みが行われました。9月に発表されました、去年の9月のことですが、同制度の採択結果では応募大学数、採択大学数が減少していました。
詳しいことはまた後の講師のお話であるかと思います。昨年末の幹事会では今年の3月下旬に発表されるであろう次年度の防衛装備庁の募集要項への応募が広がらないように、そのために本日の集会とそれに合わせた今回の第2回総会が企画されました、講師、会場、共催講演等の調整のおかげによって案内が行き届かなかったにもかかわらず、これだけご参加いただいたということで私もほっとしております。本日は、プログラム見ていただいて分かりますように、講演が3つ、パネルディスカッションと盛りだくさんでないかもしれませんが、軍事研究復活の道を断ち切る、これからの取り組みに生かすことができるようにとご参加の皆さんにお願いし、ご挨拶を終わらせていただきます。どうかよろしくお願いします。今回、講演にご登壇いただきます先生3人来られまして、まず最初のですね、森田先生からお話をいただきたいと思います。森田明夫先生は、神奈川大学教授でいらっしゃいまして、ご専門は、比較法と、あと、主に東欧地域のご研究をなさっておられますが、日本学術会議で、昨年度成立いたしました声明を作る際に安全保障と学術に関する検討委員会で、委員も務めておられました。ぜひ、近年の著作にはですね、地元の神奈川に関するその裁判の資料を集められた、君たちに伝えたい神奈川の裁判という教科書も、ご執筆になられておられます。それでは森田先生よろしくお願いいたします。こんにちは、ご紹介いただきました小森田と申します。よろしくお願いします。次に登壇されます池内さんはこの1年半ぐらいの間に50回以上文学共同反対軍事研究について講演されたというふうに、ご本人に伺っています。それからまたしばらく時間が経ちましたのでもっと増えているんじゃないかと思います。私はもうその10分の1程度にすぎませんけれども、やはりこの間さまざまなところで、軍事研究についてお話をする機会がありました。去年の3月の学術会議の声明が出る前の段階ではできるだけ、論点整理というスタンスで何が問題か、何が議論されるべきかということについて私の考えをお話しするというつもりでやってきました。学術会議の今ご紹介しました第2回検討委員会でも第2回の会議で、論点整理をするという役割を割り当てられたという次第です。そして、声明が出た後は声明の内容を皆様と一緒に共有すると、どういう趣旨かと自分は考えるかということについてお話をするというスタンスで、やってきました。今日は1周年ということなので、どういうふうにお話をしたらよいか、いろいろ考えました。そこでタイトルはこういうふうになっているわけですが、これは主催者は私に相談なく考えたタイトルなんですけど、これを見て、悪くはないと。私の考えたことは全然一致しますので、そのまま取り扱っております。つまりその意義と残された課題ということですね。この間いろんなところでお話をする中で、こういう問題どうなのかという質問をいただきました。その多くは残された課題に属するもので、私自身としても十分に答えることができなかった問題です。今日も答える準備が十分ありませんけれども、今日は残された課題という形で明確に整理をして皆さんと一緒に今後考えていく上での手がかりにしていただければというふうに思っています。でそういう意味で、改めて論点を整理するというキャッチフレーズで、こういう内容でお話をしたいというふうに思います。で皆さん方の手元に資料を配られてますけども、モノクロです。スライドは色をいろいろつけてありますので、分かりやすいと思いますので両方見ながら、ご覧いただければというふうに思います。
でそこでまず軍事的安全保障研究に関する声明です。後ほどあの青い字にの形で文章は示してありますけれども、冒頭にですね、一節のパラグラフからなっているということと、それから一番下の方に書きました点だけ、念のためにお話しておきたいと思います。声明と審議のまとめを行った報告とは一体であるということですね。声明が出された翌月に同じ幹事会というところで採択をされたのが報告ですが、まあ、どういう関係になっているかというと、去年の1月以降、1月、2月、3月と審議のまとめに入りました。で審議のまとめを報告という表現にして、そのうち中のエッセンスですね、エッセンスを取り出した上で、報告の中では明記されていない旧声明、これは1950年声明の67年声明のことですけれども、旧声明に対する態度を冒頭に付け加えたという形を取ったものが声明です。したがって報告、声明は報告をもとに作られておりますので、一体というふうにお考えください。今日の私の話も声明報告両方を引用しながらお話をしていきます。まず軍事研究をどう捉えたかということです。まず第一番目に、なぜ軍事的安全保障研究という新しい言葉を用いたのかということですね。でこれは去年の2月に学術フォーラムという名前で、まあ、実質的にはシンポジウムと考えていただいて結構なんですけども、私どものまとめ、次の取りまとめの中間的なものができた段階で、それを示しながら、弁士の方に発言していただき、またフロアからも発言していただくという形で学術会議の会場で行ったものです。でこの時にある女性の方が、軍事的安全保障研究なる言葉が出てきたけれども、ちょっと私の印象でその方の性格の表現ではありませんけれども、ちょっといかがわしいんじゃないかっていうふうにどうもその方は思われたように思います。でその後幸いと言いますか、この言葉自体についてあまりこだわった議論がありませんので、いかがわしいというふうに思われている方はそんなに多くないかもしれませんが、まあ、冒頭念のためにですね、この言葉についてご説明しておきたいと思います。実はそれなりに重要な、背景のもとで出てきたというふうに言っていいんじゃないかというふうに思います。まず検討委員会の発足当初から、安全保障という言葉と軍事という言葉が併存しています。委員会の名前は安全保障となっているわけですね。で審議事項が5項目あるんですけども、大体安全保障と書いてあって、第2項目目に軍事的利用と民生的利用、いわゆるデュアルユースの問題という文脈で軍事という言葉が出てくるわけです。でというわけなので、出発点から、その何が問題かということを明確にする必要がありました。特に委員の中には、いわゆるサイバーセキュリティ、これも安全保障の一種だと思いますけれども、これに非常に強い関心を持たれていて、この問題がどうなるのかどうかということについて、機会があることに発言されていた委員もいらっしゃるという中で、安全保障という言葉をそのまま使うと問題が拡散する可能性があるということで、いずれ何らかの形で、対象を明確にする必要があったということです。でそういう状況の中で、取りまとめの段階で具体的に言いますと、去年の1月ですけれども、委員の中から軍事という言葉を用いるべきではないという意見が出されました。これ議事録は学術会議のウェブサイトに公表されておりますので、もうちょっと正確な表現やどなたが発言されたかということも分かりますけれども、まあ、2つぐらいのその時、出た意見、理由にはあったと思います。1つは、軍事という言葉はそれ自体否定的な概念があると、だから使うべきではないんじゃないかということですね。これはまあ、一定の事実かもしれません。これは日本国憲法9条を持つ日本ならではの問題状況をそれなりに表現したものというふうに考えることができます。でしかしだからといって軍事という言葉を使うべきではないということにはならないのではないか。でもう一つは、検討対象に、主な検討対象になる防衛総長の制度ですね、安全保障技術研究推進制度は安全保障という言葉を用いている。したがって我々も安全保障という言葉を用いるべきだということを述べられました。
人文社会科学を研究し勉強している人間であれば、研究対象を指す場合には正確に表現しなければいけない。もちろん長ったらしい法律なんかの名前で長ったらしいものがありますから省略するということはありえますけれども、対象を正確に示すためには対象そのものを名付けなきゃいけないわけですけれども、それを分析するときは独自の分析概念を用いて分析するわけですよね。ですから対象が何という言葉を使っているかということと、どういう言葉を使って分析するかということとは別であるということは常識だと思います。で、にもかかわらず対象が安全保障という言葉を使っているから、その言葉を使い軍事という言葉を使うべきでないということになると、結局のところこの対象、この場合は安全保障研究推進制度ですけれども、これの論理の中でものを考えるということにならざるを得ないのではないかというふうに思います。まあ、そういうわけで、これは単なる言葉の問題のように見えますけれども、実は言葉の選択の中に、我々が検討しようとしていた問題への、まあ、スタンスの違いというものが現れていたという意味では、非常に重要な、瞬間だったのではないかというふうに思います。ルール議論の結果、しかしこの意見は採用されず、ルール軍事的安全保障研究という新しい言葉が選ばれたということになります。では軍事的安全保障研究と何かということですけれども、ここに書きました。新しい起きたところがポイントですけれども、安全保障の中で国家の安全保障というものを人間の安全保障と区分し、さらに国家の安全保障の中で軍事的手段による安全保障というものを取り出して、それに関わる研究を軍事的安全保障と呼ぶんだというふうに言っているわけですね。でというわけなので、新しい言葉を使っておりますけれども、これまで軍事研究という言葉で多くの人が考えていたことと基本的には違うのではないと考えていただいて良いと思います。今日も私も、軍事研究という言葉を使いますが、まあ、簡単なためですね、そういうことをまず確認しておきたいと思います。で、問題は軍事的安全保障研究とは何を指すのかという問題でありますけれども、これは報告の方で、一定の整理をしています。軍事的利用を直接に研究目的とする研究、研究目的の側面から研究資金が軍事関連機関であるような研究、それから3番目として研究成果が軍事的に利用される可能性がある研究等とありまして、あは目的、うは資金で、うは利用ということになりますけれども、これについては報告自身が範囲が広くどこまで含まれるか判断が特に難しいのは、このカテゴリーであって慎重な対応を求められるというふうにしています。うはやや、範囲が、ね、漠然としたところがあるということは認めざるを得ないということで、でこれについては後ほど、改めてお話をしたいと思います。でデュアリウスです。これはもしかしたら池内さんがより詳しくお話になるかもしれませんけど、まあ、簡単にしておきたいと思います。デュアリウスについても報告の中で一定の、整理を与えております。で私なりに、ポイントを下の方に書いておきましたけれども、軍事的目的から生まれた技術が民生に転用された例がある、いわゆるスピンオフされた例があるということから、軍事的安全保障研究を発展させるべしという結論が導き出されるわけではない。特にアメリカの例が参照されるわけですけれども、軍事が社会に深く組み込まれ、研究開発における軍の予算を占める割合が極めて大きいアメリカというものをモデルに、これまで軍事的な研究軍事生産もあまり行ってこなかった日本が、それを目標にする必要はない、すべきではない、その意味でアメリカは極めて特殊な国なのだという認識は、おそらくこうある程度確認されたのではないかというふうに思っています。次に基礎研究と応用研究についてということで、これについても、まあ、端的に報告の中で述べています。基礎研究であれば一律に軍事的安全保障研究には当たらないというわけではなくて、軍事利用につなげることを目的とする基礎研究というものがあるとすれば、それは軍事的安全保障研究の一環であると考えられるということです。でこれについては今日、この問題について研究されている若い方もお見えのようですので、もう少し詳しくちょっと考えるかもしれませんが、ここでご紹介しておきたいのは、科学史の専門家で軍事研究についても著作を書きになっている、杉山茂さんですね。
本の中ではなくて別の論文の中で、ストークスという人の4証言モデルというのを紹介されています。従来はリニアモデル、点線で書きました。斜めになってますけど、これ、まあ、横棒で構わないんですが、リニアモデルというのがあった。つまりベーシックなリサーチ、基礎研究から応用研究へというふうに発展していくというふうに考えるのがリニアモデルですね。一直線に発展していくのがリニアモデルだけれども、実はベーシックかアプライドか、基礎か応用かという区別の他に、ユース・インスパイアですね、目的によってインスパイアされた研究か、それとも、ファンダメンタル・アンダースタンディング、基礎的な理解、現象に対する基礎的な理解、それ自体を目的にする研究といういわば研究目的についての軸というものがあって、これは必ずしも別の同じものではない、別々の軸として考える必要があるということを言われているようです。そして、問題は左の上ですけど、基礎研究なんだけども目的を目指している、一定の目的を目指している研究というものがあるんだ。代表的な科学者としてパストゥールというものが挙げられているわけですね。で、後でも出てくると思いますけれども、アメリカの高等国防高等研究計画といわゆる DARPA が目指しているのはまさにこの領域、基礎研究であるけれども、まあ、軍事目的ということを頭に置いた研究というものを推進しようとしているというふうに言われております。というわけで、これがこの字が出てくるのが声明の、一節ということなんですけども、第2パラグラフのところで、軍事的安全保障研究について、問題点があるということを整理して、述べているところということになります。で、当面の焦点は防衛総務庁の安全保障技術研究推進制度であることは明らかなんですけども、それだけを問題にしているわけではなくて、この制度が今後修正されていくかもしれません。今年度の新しい募集要項では、まあ、若干修正が加えられています。それからこの制度の別の制度を作るということになるかもしれません。もしかしたら防衛装備庁以外の資金源、を通じて実質的に軍事研究にあたるものが推進されることがないわけではないと思います。それからすでにアメリカを含む外国の資金による研究も日本国内で行われているということでありますので、そういうことをあらゆる場合に判断基準とされる基本的な考え方をこの第2パラグラフでは示しているというふうに考える必要があると思います。学術会議は防衛装備庁の資金だけを問題にしていて、同じ研究でも他の資金源からでやればいいというのは論理的におかしいんじゃないかというふうに言われている方もおられるようですけども、そういう趣旨ではないと思います。防衛装備庁の制度だけを問題にしているわけじゃないということです。で、そこで、問題の安全保障技術研究推進制度を評価したかということになります。まず第一番に確認しておきたいのは、科学者による自由な創意に基づく科学研究費、いわゆる科研費とは異なる政府による委託研究であるということです。これは政府の、まあ、政府と一般的に書きましたけれども、防衛装備庁のほかに文部科学省とか厚生労働省とか、それぞれの行政官庁が、それぞれの行政官庁の行政目的を実現するために研究所に研究委託をするという制度が別にあるんですね。で、検討委員会でもそれについての補償要領などを集めて比較検討しました。で、ここに書いてあることは大体共通しているわけですね。で、したがって、安全保障技術研究推進制度もそんな目新しいものじゃなくて、政府に対して一般と共通なのではないかというふうにも考えられたわけですけれども、どうもこの制度についてはそうとは言えない、特に予想があるのではないかということになります。2つ挙げておきました。1つは防衛装備庁の職員である PD ですね、プログラムディレクターと PO、 プログラムオフィサーと言われる人の役割です。もう1つは公開性の保障という問題です。まず、ここに挙げましたのは、いずれも防衛装備庁の方の論文または発言です。プログラムオフィサーの役割ですけれども、プログラムオフィサーというのは、防衛装備庁の職員で、産業部ですね、
の場合から研究所等の、これは防衛装備所の中の研究所です。研究所等、研究所等の研究室長級の技術者が兼任することとなるということで、つまり、まあ、それなりに上級の技術の専門家ですね、防衛技術の専門家の方がなるということです。それからは装備品等の研究施策等を通じてマネジメント業も経験しているものも多くと、まあ、経験があるということで、赤字のところですけども、研究の進捗状況が芳しくなければ研究の推進を図るための助言をしたりすることがあると。で、何のために助言するかというと、その次の赤字ですけども、防衛用途への応用という出口を目指して、出口っていうのは最終目標ですね、出口を目指して研究の落札と調整を実施するというふうに述べておられます。それからまた安全を、検討委員会のおととし、これ2017と書いてありますけど間違いですね、2016ですね、ごめんなさい、おととしの11月の会議に防衛装備庁の方お二人参考人としてお招きして議論したわけですけども、この時により現場に近い方がおっしゃっていた表現です。今回の研究については要するリストということでございますので、例えばジグゾーパズルのピースの一つ一つについて的なに研究していただくというようなものである。我々が考えている装備品というのはジグゾーパズルの完成品というふうに考えていただければよいというふうに述べておられました。これは私、これを聞いて非常に卓抜な例えで、分かりやすいと。つまり防衛装備庁の PDPO はジグゾーパズルの全体像ですね、こういうものを作るんだということが頭にあるんですね。で、研究者はその全体像については、まあ、推測すれば推測できるのかもしれませんけども、推測する必要は必ずしもない、知ってる必要もない、ピースを担当するわけです。ただし勝手にやってくださいっていうわけにいかなくて、ジグゾーパズルを思い浮かべるわかるようにピタッとこう当てはまらなきゃいけないわけですから、全体像の一部になるようにを目指して挑戦するっていうことですね。というわけで、この PDPO という人の果たしている非常に重要な具合を、まあ、このように説明されたということで、私は分かりやすいなというふうに思いました。ちなみにですね、防衛装備庁、防衛省が今重視しているのは無人航空のようですけれども、これについての研究開発ビジョンというものが出されています。これは防衛装置 の安全保障技術研究推進制度の直接の対象というわけでは必ずしもないと思いますけれども、まあ、例として、挙げました。ちょっとお手元の資料では見にくいんですけれども、ですね、左側に主要法定技術という項目があって、そこにいろんな技術が並んでいます。そして色分けがされています。赤、青、緑に色分けをされているわけです。この色分けは何かというと、右上に赤、青、緑の説明がありまして、赤は防衛省が研究開発する必要なる技術、青は他の装備品の成果を活用できる可能性のある技術、まあ、既に他の装備品を作った時に使った技術を活用できるんですね。で、緑は民生分野または共同研究の成果を活用できる可能性のある技術ということで、このところは防衛装備庁が自前であることはできない技術として、未成部門ですね、そこの成果を利用するんだというふうに書いてあるんですね。防衛装備庁の整備は、制度は共同研究ではありませんけれども、考え方としてはここに該当するのだろうというふうに思われるわけです。つまりこういうふうに全体像を描いて、無人航空機を作るためにどういう技術が必要かということを考え、そのうち防衛装備庁で自力で開発することは困難なものについて、それを抜き出して、そこを民間に研究してもらったり、民間の成果を利用すると、こういう考え方になっているわけですね。これが、まあ、いわば築造パルの全体像ということになるんだろうというふうに思います。それで、上の段階から先ほど言った文章の、この研究施策等を含めたマネジメント業務を提供しているものになっているわけです。で、検討委員会の委員の中にこういう意見がありました。これは委員会での発言ではなくて別のところでの発言だと思いますけれども、 P
PDPO 防衛総務庁の職員ではなくて外部、外部の大学等のものにすれば制度に改善になるんじゃないか、そういうふうにした方が望ましいという趣旨の発言をされていました。改善になるという趣旨は研究者が見てより受け入れやすいものになるんじゃないかということですね。これはつまり防衛総長の制度を全否定するんじゃなくて、なるべく大学にとっての受け入れやすいものに変えていくためにはどうしたらいいだろうかというふうに考えているということなんですけれども、私はこの意見は現実的ではないんじゃないか、つまり防衛装備品を作るという目標があるということが前提なわけですので、これについて、分かっているのは防衛総長の方なので、防衛装備品じゃなくて大学の研究している人間がこの PD または PO になるということはありえないんじゃないかというふうに今考えています。さて、これは応募要領です。後ほど池田さんから今年のものも含めて詳しくお話があると思いますけれども、平成29年になって、かなり大きな変化が出ました。大型な研究所ができたうんぬんということもありますけれども、今の文脈から言いますと、まず防衛装備品という言葉を使っていたので、それをやめてですね、防衛分野という漠然とした一般的な言い方に変えました。そして基礎研究であるということを強調しています。何々についての基礎研究というふうに、すべて基礎研究という言葉で統一しています。それから公開性を強調し、秘密指定することがない、研究に介入しないということを強調しています。今年の新しい平成30年度もそうですけれども、本制度の運用においてはというところは、広報要領を見ますと赤字で特別に色をつけて強調をしています。このうち最初の3項目ですね、公表の制限しない秘密云々というところは、おととしの11月の先ほど言いました検討委員会の検討の中で、池内さんの動画に来られたわけですけれども、特に公開性について活発な議論が行われたのを受けて、翌月に防衛省庁が学術会議宛てに文書を送ってきて、この趣旨のことを確認するということを言ってきたのを公募要領にそのまま書き込んだということになります。でしかしこれは29年度の公募要領はすでに学術会議の見解がほぼまとまりつつあった段階で出されたものなので、分かっていたわけです。しかしこのことによってこの制度に対する基本的な評価は変わることはありませんでした。私はおそらく公開性というと強調していますので、この制度が定着するまで、つまりこの制度についてさまざまな批判があって研究者が応募を躊躇するという状況が、基本的になくなるまでは、あんまりですね、やかましいことは言えない公開性を制限するとかということは言わないのではないかというふうに思います。しかし将来的にどうなるかということは分からないので、基本的に評価は変わってないと私自身もそのように考えています。で検討委員会の意見の中で、これも11月に先ほどから出ている会議ですけれども、公開性に制約をつけることがあるんじゃないかということに対して、防衛省庁の方がないとというふうに言った中で、ある委員の方が、要するに防衛装備庁の言っていることは信用できないということだということを言われた方がおられました。端的に言えば信用できないというふうに考えているということですね。つまりこれは信用というか人間性、人間的なものになりますけれども、そうじゃなくて、軍事という分野がもともとですね、後からも言いますけれども、敵と味方っていうものが存在して、味方の能力は向上させるけれども、敵の能力がそれを上回らないようにすると、したがって、味方が持っている情報というものを、相手方に知らせることないように、秘密を保持するということが、不可避的に伴っている、もちろんすべてのことを秘密にするわけじゃありませんけれども、秘密にするものとしないものとの区分け自身も、この国に行うという、そういう性質を持っているという、この軍事という領域の基本的な性格についての認識があるので、信用するのかしないのかという表現を使えば、信用をしないでなることが望ましいということになるのだろうと思います。というわけで、声明の第3パラグラフで、
端的に言えば問題が多いという表現で、正義な評価を与えたということになります。どういくつか挙げたいと思います。まず第一番目に、長期にわたって日本の研究者に米軍資金の提供を行われ、さらに軍事的安全保障研究に加わる日本の制度が全体としてアメリカ化しようとしている。アメリカの制度、まあ、DARPA もその一つですけど、あとから出てきますけれども、アメリカのさまざまな諮問機関のようなものを作ろうという流れもあります。アメリカ化しようとする中で、アメリカにおける研究資金制度とその運用について正確に理解していくことが必要だろうということです。で、これは検討委員会の中でもかなり調査結果が紹介されました。ここで挙げたいのは東北大学の例なんですが、東北大学は非常にきちっと基準を設けて対応されているということが分かります。で、この中でですね、ちょっと字が小さいんですけれども、丸4のところをご覧ください。アメリカ国防総省が調達規定として設けている高度 6.1 科学的発見や新しい発明を目的とした基礎研究に基礎研究を目指すに該当する研究等々ですね。であって研究成果の公開を原則とするもの。これは一応、審査しますけれども、跳ねないと、実施することができるという考え方になっています。で、これは去年の、ある学会で、東北大学の花輪明夫先生が紹介されたので、花輪先生のご了解を得るために披露するものですけれども、東北大学の整備によりますと、丸2ですね、DARPA 等に該当する研究については、基本的考え方に依拠して判断すると、過度するケースもあるというふうになっています。この 6.1 というのは、実はこの安全保障技術研究推進制度ができる前から、東京工業大学が基準を設けていて、この基準の中でも出てくるものですね。その米軍資金については 6.1 というのが一つのキーワードになっているということが分かります。6.1 とは何かというと、ここに公的研究資金についての定義があって 6.1、6.2 というのがあります。で、 6.1 というのは要するに、基礎研究ということで、アンダーラインに至るところですけれども、特別な応用目的ということなしに、基本的理解を目的とするものですね。で、 6.2 が、特殊な目的に2を目指して研究する、応用研究と言っていいと思います。で、これが先ほど言いましたように一部の大学で審査基準の一つとして引用されているということです。ところがちょっとややこしいのは、アメリカにおける研究資金については別の制度の仕方があるということが紹介されました。これによりますと、軍事関係機関からの研究資金か非軍事研究関係機関からの研究資金かを問わず、問題は研究の自由な公開が認められるのか制限されるのかというところにあると。ここでファンダメンタルリサーチですね、ベーシックリサーチじゃなくて、ファンダメンタルリサーチとリストレクティブリサーチという言葉が使われているというわけです。で、そうすると、ファンダメンタルリサーチという中には、基礎研究も応用研究も含むということになって、問題はこの左上の証言ですね。つまり軍事関係機関からの研究資金だけれども、研究成果は自由である、制約をつけないというものがあると。いうことが紹介されました。で、こういうことを前提に各大学は大学ごとに独自のポリシーを持っていると。研究成果の向上を最優先して原則としてリストリクティブリサーチについては受け入れないという大学と、受け入れるけれどもその代わり大学の通常のキャンパスとは別のところに研究所みたいなのを設けて、そこにいわば集中して大学として持って行うか、あるいは受け入れるという前提で、その代わり管理を徹底する、情報管理ですね、徹底するということをやっているということのようです。そして先ほど 6.1、6.2 という分類と、これがどういう関係になるかということが、私も十分に今のところ整理できていません。このあたりのことをきちっと検討することが必要ではないかと思います。と言いますのは、米軍資金は非常に科研費と同じように使い勝手が良いと自由であるという理解がかなりあるようで、現実を生きているという反映していると思うんですけども、その辺りのことをきちんと理解していくことが必要だろうと思います。検討委員会の中では、
現実にはそう簡単ではないんじゃないかという指摘もこの調査員の方からありました。ですから、アメリカのことですから契約をきちっと契約書をきちっと作っているわけですね。ですから契約書に何と書いてあるかということをきちっと読んで、どういう性格の資金か、どういう条件がついているかいないかということについては目を配る必要が少なくともあるということが強調されたと思います。残された課題のもう一つは、後でも述べますけれども、総合科学技術イノベーション会議を司令塔とする政府の科学技術政策全体にデュアルユース技術の開発推進という視点を貫くことが強調されています。でそのいうことを前提に企業と大学との連携を一層進めることが強調されています。でこのような中で安全保障技術研究推進制度を媒介とする企業と大学との連携もちょうどお話があると思いますけれども、それだけではなくて防衛装備庁直接の資金源とするもの以外の官産学官の資金の流れができてくる、あるいはすでにあると考えられますので、それについても軍事的安全保障研究の観点から注意を向けることが必要だろうというふうに思います。もう半分ぐらいしかなくて、ちょっと急いで、いきたいと思いますが、2番目、軍事研究を問う3つの次元ということで、今回初めてですね、この3つの次元と、いうものを整理してみました。3つの次元といっても相互に関連しますので、果たしてこういう整理がどのぐらい意味があるかというのは皆さんのご意見も伺いたいと思いますが、まず第1番目にですね、これが声明の第1プラグなんです。2つの声明をこう一番最後の3行ですね、学問の授業と学術の健全発展と緊張関係があることをここに確認し、上記2つの声明を継承するというふうにしたわけですね。ためになぜ学問の自由という視点を前面に押し出したのかという問題です。先ほど掲げました審議事項1、60年、67年、決議以降の条件の変化をどう捉えるか、これについて、これはご承知と思いますけれども、委員の間に認識の相違がありました。一方で、これは私の論点整理の中の表現ですけれども、何が変わったか。いうと、米軍と一体化した自衛隊の活動範囲が国外に拡大しようとしていると、等々が新しい条件だというふうに私は考えたわけですね。で他方ではこれとは違った認識を示す委員もおられました。一つは、民主国家となった日本、今日では政府と、社会、あるいは政府と大学や研究の関係も戦前とは違っているので、戦前に対する反省、これが50年声明などに特に濃厚に表れているわけですけれども、戦前に対する反省を確認することにどういう意味があるかということは疑問だと、時代が変わっているんだということを強調する意見がありました。でもう一つより重要なのは、戦争目的の研究を否定するということと自衛目的の研究を容認するということは両立しうるという意見があったわけですね。これはどういうことかというと、日本は両国憲法の下で戦争を放棄しているわけです。でしたがって自衛隊も戦争することはありえない。自衛隊の行う、軍事行動とは言わないでしょうけれども、行動は要するに自衛のためである。でしたがって自衛目的の研究を指定した50年声明、67年声明は堅持すべきだけれども、そのことと自衛の特例研究を認めているんじゃないかということとは矛盾しないという多数ではありませんけれども、もそれなら有力な説があったわけですね。でこういう状況の下で両声明を堅持すると、堅持するということについても疑問の意見もあったわけですけれども、堅持するということを認めるという場合でもその意味についてはかなり大きな違いが存在していましたので、今日の問いに正面から答えることにはならないというわけで、両声明を発展的に今日的状況として捉え直して継承する必要があると考えたということになります。そこで多様な意見を組む科学者コミュニティが最大限することの可能な視点として憲法9条ではなくて憲法23条が設定されたということになります。これはちょっと比喩的に申しますと、
近年は立憲主義ということが非常に強調されているわけですね。さまざまな運動の共通の一点として立憲主義ということが前面に掲げられています。でこれは憲法9条についての考え方の違い、例えば自衛隊は憲法違反かどうかですね、についての考えは違うと、憲法違反だと考えて、武装中立の方向を目指して考えることを目指すという考えもあれば、憲法違反ではないということを前提として、しかし9条は今のまま残すべきだという考えもあります。でさらに言えば集団的安全、集団的自衛権を認めてはよいけれども、それを政府の解釈や法律によってやるんじゃなくて、認めるんだらきちっと憲法を改正して正面から決めるべきだっていう考えもあるわけで、これも立憲主義を尊重するっていう考えの中には含まれているんですね。でというわけなので、立憲主義を掲げるという場合に憲法9条についてはさまざまな考え方をその中に包含しているわけです。というわけで、立憲主義という価値は平和主義を擁護するという文脈、具体的にいわゆる2015年の安保法制をめぐって出てきたわけですから、平和主義ともちろん無関係ではないわけですけれども、とはいえ平和主義の課題は立憲主義擁護に解消されるわけではない、ね。同じように50年声明、67年声明、戦争を目的とする権益を拒否するという精神は継承すると言ってるわけですから、新しい声明も受け継いでるわけですけれども、学問の自由ということを言えば、それで全て勝手の生命の精神というものを組み尽くすことになるという、なるかといえばそうはならないだろうと思います。でしたがって、先ほど言いましたように学問の自由にとどまらないで、科学者の社会的責任や平和の構築という別の次元の検討を、独自に行う必要があるというのが私の考えです。ちょっと あとは結論的なことだけ、あまりコメントしていると時間がなくなりますのでいきたいと思います。まず第一番目に、学問の本性としての普遍性、公開性と軍事の本性としての、先ほど言いました軍事的性って敵味方ですね、敵味方の部分というのを前提として、従って秘密が続くということが根源的な緊張関係にあるということですね。でこの緊張は現に懸念活動の恐れのあるものに対する機敏率の技術と防衛する防止するための外為法に基づく安全保障輸出管理で貿易管理という制度が存在しています。それから軍事研究を一層推進しようとする立場からも情報管理の重要性は比較されているわけなので、信用できないというふうに言う人もいますけれども、現にですね、軍事研究というものと秘密の管理が重要だということは自明のこととして論じられているわけです。これが安全保障輸出管理についての説明で、特に私立大学の見解を出しておきましたけれども、今のままでは非常に危なっかしい と自由な研究ができるかどうか危ないという趣旨の、申し入れがされています。これは経団連の2015年の提言ですけれども、大学と連携を強化すべきであるけれども、情報管理に留意する必要があるということを言っているんですね。これは自民党の昨年の提言ですけれども、これは大学安全保障に資する研究になる、良くなる大学についてはセキュリティプライアンスを付与する大学として指定して支援するということが言われています。セキュリティプライアンスがつまり秘密情報を扱うものにはどのような資格が求められるかということを明確にして、この人については秘密情報を提供しても良いという資格を認定する、こういうものですね。こういうものを整理しながら、大学に軍事研究を推進していくということを言っているわけです。3番目、研究の適切については科学者本人が判断するだけではなく、大学との研究機関等が責任を持って判断すべきであると、いうことを言っているわけですが、このことを学問の自由の侵害とは考えるべきではないと。学問の自由とは何よりも政府による学問の介入からの自由を意味するわけなので、研究の適切について本人または大学が自己規律によってコントロールすることは当然の責務であるという考え方を明確にしています。ちょっと順序が逆になりました。これが先ほど言ったセキュリティクライアンスですね。下の方にあります秘密取扱者適格性確認制度というのはすでに、あるのではないかと思います。もう2007年の文書ですので、
既にこのように動いているということを頭に置く必要があります。でそこで、大学ですけれども、自由で国際的にも開かれた空間を確保することは大学の責任であると。で特に教育、大学は教育を担っています。留学生もいます。そういう人がいるということを前提に、敵味方という論理が伴っているような研究というのが大学に持ち込まれることが、いかに大学にとって有害かということを意味しているんですね。会員その研究所だけ独自のキャンパスで、そこで軍事研究を行うということに一応選択した場合には、そこに出入りすることのできる人、できない人を仕分けするという問題を伴っているわけですから、そういう性格の問題だということです。で、これが第4パラグラフで、各大学については、審査制度を設けなさいと。設けることを求めるという話です。国的安全保障研究となされる可能性の研究についてその適切性を技術的倫理的に審査する制度を設けるべきであるということで、まずですね、研究の出口を管理することは非常に難しいので、まずは入り口において慎重な判断をすることが求められるとしまして、審査の基本的な視点としてはこれに挙げたようなことを言っています。これは声明の文言、どのような審査制度を作るかについては各大学が自主的に判断するということだろうということで立ち入っておりません。でそこで残された課題ですけれども、各大学等には声明報告の指摘に限定されることなく、必要に応じて倫理規定等を見合わせなどして独自に審査基準の手続きを設けることが期待されるということで、例えば私は検討委員会に提出した論点整理の中で、なぜ軍事研究を問うのかということについて3項目を挙げました。でこのうち2番目はさっきから言っていることで、要するに秘密という問題につながるんですね。3番目はそのことも含めて研究のあり方に影響の補強を及ぼす可能性があるということを言っているわけですけれども、冒頭で軍事は人の殺傷の可能性を前提とした国家行為であるということを言っています。つまりこういうことを目的に研究するということ自体が倫理的にどうなのかということが問われるだろうという趣旨なんですけれども、これについては学術会議の声明報告は直接には取り上げていません。私の大学で、大学執行部の人を中心とする人たちに学術会議の声明について説明した、講演会みたいなことをやったんですけれども、工学系ですね、テクノロジーの工学系のある先生がどうもしっくりしないという発言をしました。その趣旨は容認論の観点からのしっくりしないではなくて、なぜ端的に武器を作ることはいけないのか、いけないというか言わないのかという趣旨でしっくりしないということでした。私は最もだと思います。そういう問題については学術会の声明の中では少なくとも直接には述べられていません。というわけで各大学には各大学独自に、考える必要があるだろうと思います。これは高校前に整理したものなので、大学名についてはちょっと、気にしないでください。追加もあるでしょうし変化もあると思いますので、そう括弧に置いていただくとして、審査の形式、審査の対象、審査の対象は大体軍事っていう言葉を使って説明しているところが多いです。あとデュアルユースっていうのがあって、あと特徴的なのは豊橋市科学技術大学で戦争を目的とする研究ですね。これ戦争という言葉を使っているので一層明確できついんじゃないかと思われるかもしれませんが、逆ですね。つまりこれを先ほど説明した両国憲法は戦争を放棄しているので自衛隊は戦争はしないという前提で考えているということなので、戦争を目的とする研究はしないけれども自衛の目的ならば一定の範囲で許されるという考え方がその背後にあるわけです。で審査の視点についてはそれぞれの大学が目指すべき実体的価値や理念、これ先ほど言った生命といったようなこと、あるいは平和福祉といったようなことについてはそれぞれの大学が価値や理念をお持ちだと思いますので、そういうものをもとに軍事研究に対するスタンスというものを導き出していくという、ことが重要だろうと思います。それから資金源ですね。それから審査の端緒、審査期間、類型的審査の仕方、類型的審査
というのは、つまり一定の程度にして包括的に判断するか、個別に審査するかといった問題が、あるだろうと思います。先ほどから紹介されている京都大学における軍事研究に関する基本方針がこういうもので、この中で、前の方でですね、理念的な宣言がされた上で、軍事研究をしないということをこう表明するという形になっています。ですから、この前半述べられているそれぞれの大学の理念というものを明確にするということが前提として重要なんだろうというふうに思います。で、そうすることによって学問の自由に限定されない軍事研究に対する態度というものが出てくるというふうに思います。残された課題のもう一つですけど、国立研究機関は大学とは異なる性格とミッションを持っていると。また日本の科学者、特に理工系の科学者の大半は企業に所属しているということを前提とすると、学問の自由の論理が届かない、あるいは届きにくい科学者がいるということをどう考えたらよいかという問題があるということですね。もう時間が10分弱になりましたので、詳しい説明省略しますけれども、この問題は当初から問題でしたけれども、最終的には実用大学に焦点をした見解がまとめられたということになりますので、問題が残っていることは間違いないです。これは科学者の構成で、理学工学系の科学者の大半は企業に所属して研究されているということですので、大学だけを対象としているだけでは、こぼれ落ちる分野があるということです。そこで2番目、科学者の社会的責任ということですけれども、日本学術会議は科学者像というものを想定しています。科学者の行動規範という文書があります。その中でこの書いたような、科学者の姿というものを掲げています。で、こういう科学者を想定して我々は、考えているんですね。で、そのうちの一つとして、科学者には科学の成果がどのように利用される可能性があるかについて自覚し、必要に応じて適切な対応を行う社会的責任があるということです。で、これは省略をします。で、自らの研究で以上は、一般的に言われることなんですけども、今日私が、新しく少し強調したいと思っていますのは、自らの研究がどのような社会的条件、大学の自治もその一つですけれども、研究補助者の役割や教育との関係、研究資金の出所、こういう社会的条件の下で行われているかについて自覚し、その望ましい在り方について発言することは、科学研究が組織的に行われている今日、科学者のもう一つの、つまり自分の研究がどういうふうに使われるかについて自覚するということと並んで、もう一つの社会的責任ではないかと、そのように捉えることが必要なのではないかということを、今日は、お話ししたいと思ったわけです。で、国立大学の運営費を含める動向等々についてが、ここで関係してくるわけで、私は学問の自由を、先ほど言いましたように政府を中心とするですね、外部からの介入の自由というふうに、通常捉えており、それで良いと思うんですけども、それだけで十分かというと、自由で多様な学問が展開されるために必要な基礎的条件、健康で文化的な最低限度の生活を行うという表現が憲法にあります。学問分野が違いますから、何が基礎的条件かというのは、なかなかこれは数字で表現することが難しいので、具体化するのは困難ですけれども、そういうものをいわば標準装備として確保するという制度や施策ですね、政策というものを積極的に提起するということと、学問の自由を擁護するという一見ベクトルの違うものを両立させるという方法で考える必要があるのではないかと考えています。これは三本さんのご報告と関係するところだろうと思います。で、残された課題は、学協会等においてそれぞれの学術分野の性格に応じてガイドラインを設定することを求められると、これは声明に書いてあることです。これについてはちょっと省略しますけれども、日本社会学会というところが、私の知る限りでは、一つは研究費ですねと関連して、最終的にはその学会誌に掲載しない、要するに研究集会と学会誌が学会の場合重要なポイントになると思いますけれども、明確な態度表明された例があります。残された課題のもう一つは、先ほどの問題と密接に関係するんですけれども、所属機関のミッションと科学者の社会的責任との
環境をどう捉えたらよいかということです。国立研究機関は国家目的に沿った研究をミッションとするという傾向を強めています。企業の一部は武器輸出をテクに軍事産業化を強めています。防衛装備庁には防衛装備品の研究開発を職業とする科学者がいる、まあ、技術者というふうにご自分たちはおっしゃっているかもしれません。そういう状況の中で所属機関の違いを超えて共通する科学者の社会的責任とか科学者の倫理ということについて論じることは果たして可能かという問題があります。生命科学の分野ではどのような促進に属していても、例えば、まあ、人の生命に人為的な手を加えるということについてどう考えるかということをめぐる普遍的倫理を定めて規範化することが追求されています。軍事研究の分野でも生物兵器、化学兵器などのように条約上禁止されているもの、まあ、広い意味で法的に禁止されているものはありますけれども、それ以外に何か内在的な制約を見出すことは可能だろうかという問題は残された課題だろうと思います。で、学協会には大学以外に所属する研究者を会員にしている場合もあります。そういう中でどういう共通のルール、倫理というのを定めることができるかですね。それから少なくとも国立研究機関と企業について、防衛装備庁はちょっと別として、国立研究機関と企業については学生を送り出す役割を果たしている教育機関である大学として無視してよいかということがあるのではないかというふうに思います。で、最後これでお話して終わりにしますが、検討委員会では利益権についての議論が足りなかったのかという意見が実は委員の中にもあるんですけども、そうではないということについて書いておきました。お読みいただければ趣旨わかると思いますので、そうではないと、議論足りなかったんじゃなくて、議論しても答えは出ないというのが発言権といいましょうか、検討委員会の結論だということですね。それについて、ここに書いてありますので、もしご質問があればお答えしたいと思います。で、結論的に重要なことは、自衛隊は国民的指示を受け取り、従って大学等が自衛目的の研究に従事することは許されると、問題はその範囲であって、それを議論すべきであるという意見は採用されなかったということ。もう一つ、政府と大学との関係は民主主義の今日戦前とは異なっていると。従って民主主義国家に来る安全保障の課題から目を背け、大学だけが手を汚さないというのは珍しくないという意見も採用されなかったということが、平和の構築との関係では確認しておくべきことだろうと思います。で、しかし残された問題はたくさんあるということでして、まず学術の中心鉄の大学や軍事的安全保障について独自の判断基準に基づいて行動することは、大学や社会に対する責任を果たすべきゆえんだということについて、まあ、今日集まっている方は、あまり説明する必要はないのかもしれませんけれども、学者は大学で好きなことだけしてる、それでよいのかと、安全保障に関心でいいのかという意見は国民の中に必ずや相当程度あるに違いないわけなので、そういう人たちにきちっと説明できるようにする必要があるだろうということが一つです。今のところですね、国益ということを理由にして、やれというところまでは言っておりませんけれども、上は自民党の意見ですね。一律に研究を禁止するような慣行、軍事研究ですね、は見直されるべきであるということを2013年に既に言っています。そして最近の提言では、これはやりなさいと奨励するという方向で、先ほど言ったものですね、セキュリティクリアランスの問題です。さまざまな政策動向を見ると、国がお金を出している以上、国益に沿った研究をすることは当たり前であると、さらに一歩進めると国益に反する研究をすることはけしからんという議論が、実は人文社会科学分野でも出かかっているということに注目をしたいと思います。これは科研費です。科研費って自由な研究なので、あまり問題にされてこなかったと思うんですけれども、上は産経ニュース、下は与党の衆議院議員のツイッターです。直接ですね、科研費を使ってこういう研究をするのはけしからんということをこの2人は言ってるわけでは、その2つは言ってるわけではありませんけれども、事実上そういうことを要求しているように聞こえますね。で、まあ、慰安婦問題、フェミニズムが焦点になっているわけですけれども、
そういうものにカフェインが使われているということが問題され始めています。で、私はこれは今かなり危うい瀬戸際にあるのではないかと思います。例えば与党議員が学術振興会の職員をに対して、あるいは国会に呼んで、こういう研究に科研費を出していることはどうなんだということを聞くかもしれません。その場合に学振の職員がどう答えるかということになりますね。まあ、今のところちゃんと答えると思いますけれども、政治家がいろいろ言うとそれに沿った行動をするということを今あちこちで見ているわけですので、今のところは小さな声かもしれませんけれども、放っておくとこれが、まあ、主流に出てくる可能性がないわけではないということを、まあ、十分に考えて、必要があるだろうと思います。あと1分ではあります。残された課題のもう一つは、科学技術政策、大学政策の動向を学術と大学のあるべき姿、平和の構築という観点から批判的に分析することが必要であるということで、ここのところに、方向性について私が整理した私の考える今の方向について、書いておきました。最後、大学は軍事的なものに変わるべきではないという意味で、消極的な立場を明確にしました。やらないというんですね。で、しかし大学さえ軍事研究に関わらなければ戦争を防げるのかというこの間の議論の中で出されていた問いに対して、学術会議は積極的にじゃあどうすればいいかという答えは出していません。これは学術会議だけでできるものではないわけですが、ここのところまでいかないと本当に50年生命、61年生命の精神というものを受け継いだことにはなりません。これは私の考える、まあ、答えにはなりませんけれども、図式なんですけれども、まあ、こういうことについても考えていただければいけないと思います。学術会議の役割については、時間がなくなりましたが、もし後でご質問があればお話しするようにしたいと思います。じゃあ以上、締め。ありがとうございました。大変豊富な資料がございまして、一番最後のページにも、学術会議の声明が載せてありますので、皆様も参考ください。それでは続きましてですね、2番目の報告で池内悟先生のお話を頂戴したいと思います。こちらはお時間20分、25分ほど予定しておりまして、その後に休憩を入れるつもりでおりますので、もうしばらくお待ちください。池内先生はですね、本連絡会の代表、教科代表の一人でもいらっしゃいまして、世界平和アピール7人委員会ですとか、あとは救助科学者の会の呼びかけ人などもされております。皆さんはたくさんのテレビなどでも時々ご覧になられるかと思うんですけれども、今回も、最新のですね、安全保障技術推進制度の批判、募集要項の批判も含めてお話しください。紹介いただきましょう。このムグル共同反対連絡会の共同代表の一人であります。で、この要領に関しては、今年ちょっと早めに出て、ちょっと今日間に合うかなと思ってたんですが、社の人22人に公表がされ、そして、昨日今年から、予算が成立したということで、正式なものになっております。で、なるべくコンパクトにお話ししたいと思うんですが、まず今年度の公募要領で、目立つということ、これは昨年度かなり大幅に、改定したわけですね。これは今説明がありましたように、日本科学会議の、との話し合いとか、その日本科学会議の調査委員会、検討委員会で、出されたことを含めて、発表に関しては介入しないとか、そういうようなことを、表面に、ページ1ページに、ちゃんと書き出して、とにかく応募しやすいような雰囲気にしていくということが彼らの、大前提であったんですが、さらに今年度も、それをより
第一応募しやすい形というか応募を促す雰囲気と強めるということを、まあ、意識的にやろうとしています。でだから軍事的安全保障研究、まあ、今言われたように実質的に軍事研究ですか、軍事研究であるということの匂いをとにかく、まあ、消そうとしているわけですね。まあ、消そうとする一方では肝心なところは、ちゃんと抑えるべきところを抑えているということなんですが、ちょうどこの、私たちのメールレター、ウェブメールの無学共同反対の会員のが投稿できるウェブメールで、岐阜大学の方がそれにちょうど29日にあった、説明会に出られて、その感想を書いてくださったんですが、そこにも いろいろなことを、まあ、例えば防衛装備品への応用可能性は審査の観点に含まないというようなことを、まあ、やたら強調することですね。でそういう あまりにも強調すればするほど彼らがどういう意味があるのかをつい考えてしまうというような感想を書いておられますが、まさにそういうものであります。で、だから、去年応募に変えたということもあって、今年は変えてる部分は基本的には 1,2,3 この3点です。で、タイプ C という年間1000万円を上限とする、まあ観察経費を含めると1300万円。1000万円を上限とする、それの、カテゴリーを一つ、まあ、今晩のカテゴリーの B というのを読めた、これはアドレスにしてくれた。それから文章としては大幅に変えているのは一番初めです、ね、の制度の趣旨というところは大幅に変えています。でそれ以外はほとんど変えているんです。それから3番目に研究テーマに関する説明というのが非常に詳細になったという、まあ、その3点であります。それからちょっとだけ、付け加えて これは今回の公用料の問題ではないんですが、地帯の帰属に関しての問題点を、まあ、ちょっと、私って調べていてバイドル法というのをなんかわざわざ調べてみて、それからこのリアクションを見た場合にちょっとおかしいんじゃないのかなというのを気がついたので、これはちょっとだけ報告しておきます。これはまた今後研究の価値があることではないかと思います。まずタイプ C というのはを新設したということなんですが、これまで、2015年度から、まあ、18年度まで4回目の今回4回目の公募なんですが、まあ、このようにね、毎年のように、項目タイプが変わってきてるわけですね。で、まあ、2016年度にタイプ A、タイプ B で、タイプ B というのは1000万円を上限とするで、まあ、要するに告示のものは一応作ったんですね。通常は3000万円がのものなんですが。で、まあ、しかし、同じ基準で選択をする、審査をするということであったわけです。で、2017年度はそれに加えて S 型と呼ばれている、まあ、1件20億円の5年間継続ということですね、を新たに作ったということですね。それで一気に110億円に増えたわけですが、まあ、今年2018年度も基本的には同じ線なんですが、まあ、タイプ S は9億円で8件回すというふうに言っております。まあ、しかしながらタイプ S 20億円のものを5年間かけて研究するわけですから、まあこの下に書いてあるように予算の目安というのが毎年の100億円でね書いてあって、結局2億円は大体2億円、7億円、5億円、4億円、4億円、4億円執行するという、これはね、応募書類の方に書かれています。
で、タイプ C という上限1000万円のものを5件、それから通常のタイプ A が3000万円のものが5件というふうにしておるわけですが、このタイプ C というのはにはわざわざ、独創的な着想に基づく研究提案を積極的に募集するためにこのカテゴリーを作ったというわけで、タイプ A とは別個に審査採択をすると、これまでお題だったのは別個にやる。で、記載が不要な項目、要するに応募書類に、ね、隠す必要ない項目があるわけです。あるいはこれが重要なので、要するに研究実施計画を書かなくてよろしいってわけです。それから先行進行中の関連、要するにこれまでの研究論文等については全然、タッチしたい、書く必要ない。それから設備品の形状もよろしい、だから設備品は、あんまり考えてないということではないかと思うんですが、それから だから当然研究予算計画も、書く必要がないという、非常に、書類としては、簡単にしているわけですね。でただし必要な記載がわざわざ、別個に書かなければならないのが、研究遂行能力とか研究の動機、目標、アプローチに関しては、要するにどれぐらい基本でこういう提案をするのかということを書いてくれということです。で、これは、ダーパーにいたと言ったんですが、要するにアイデア募集を目的とした項目を新設している。それで、おそらくこれは非常に若手の研究者ですね、助教クラスの、これまでの研究実績はそうないけれども、金が欲しいというか、こういう、項目に手を出してもいいという、そういう若手教官を誘い込もうとしているのは、それがその、目標ではないかと思います。僕のこれまでは軽い、この研究計画なんで、3年間ピッチ確率があったんですね。でそれを、また省略できるということも含めてね、非常に手軽にというのかな、応募できるようにしたということです。で、ちなみに豊橋技術科学大学で毒ガスの分解とかというようなナノファイバーによる毒ガスの分解、それで、採択された人は大体平均的には1年間500万円ですね、3年間。でそういうそんなに大きな金を使わないで、研究というそういうものを、彼らはここで作り上げたいというふうに考えたのではないかと思うんです。それから制度の趣旨での記述に関して、この上の方が、青で、書いてる部分がこれ去年の2017年度の部分で、下の部分が、今年の部分です。で例えば上の部分で防衛技術にも応用可能な先進的な民生技術、いわゆるデュアルユース技術を積極的に、活用することが重要となっています。これは まさに政府の閣議決定でなされた言葉とそのまま、取ってきているわけですが、これを、やめちゃうわけですね。でデュアルユースという言葉も、ほとんど使わなくなっている。で、ボーダーレス化しており、ここは同じですが、同じなんですが、今や安全保障上有益な研究は全ての科学技術領域に広がっていると言っても過言ではありません。とかっこいいです。でだからデュアルユースであるとか、民生技術に応用できるということをもうやめて、安全保障研究がもうその両面を含んでるんだ。もうそんな民生技術とか軍事技術なんて、そういう区別なんかあんまり気にしない、安全保障のための研究を全て含んでる。だからわざわざ言い訳をする必要もないということですね。それがそれからその技術の中で、去年
ぐらいから特にね基礎研究ということをまあやたら人間の意識して書いてるわけですね。で基礎研究に対する、定義を永遠と黒田君が書いてたわけです。で、この上のやつで従来の応用における重要課題を想定し根源に遡って解決を探索する革新的な研究である。これは、まあ、基礎研究の彼らが考えている、革新的な研究である、技術思考型の基礎研究を主な対象とすると、まあ、割に基礎研究に対して彼らなりの考えた、定義を説明を申し出しているわけですね。それでまた将来の応用に関して技術的に関心がある技術領域をテーマとして定義し、まあ、基礎研究と言いながら、まあ、応用に重点を置くんだぞということは一応押さえている。まあ、彼らはこれが、まあ、多分本音ではないかと思うんですが、今年に関しては、ね、基礎研究に対する定義が一切ないわけですよ。で、本制度では要するに基礎研究でそのような定義がありますが、本制度では研究テーマに沿った基礎研究を対象としています。基礎研究は何かって何を書かないわけですね。それから学術研究を含めどのような基礎研究を応募するかを応募者の自由にされています。で、科学技術領域の限界を広げるような基礎研究をというわけで、基礎研究そのものに関しては、まあ、ぐちゃぐちゃ説明を書かないと。で、要するに基礎研究というのことを 表に出すことによって、軍事研究とはあまり関係がないということを印象付けるということでありますね。で、それは実は基礎研究と外出研究という言葉が実は官庁用語ではね、我々とはちょっと違った感覚で使われているんですね。で、まあ、官庁用語、例えば総合科学技術イノベーション会議で使われている言葉は、学術研究というのが研究者の内在的動機に基づく研究、まあ、そのような特別な応用のことなんかを念頭に置かないで研究する、それが学術研究で、それに対して基礎研究というのは社会的経済的価値の創造に結びつける戦略的要請的な研究である、あるいは明確な目標を明示して戦略的に開発を進める研究、まあこれを基礎研究と、まあ、要するに非常に戦略的に、まあ、ここまでこう、まあ、こういうのをやりたいというのがあった時のその出発の部分は、まあ、非常に根本的なものであろうから、これを基礎研究。しかし、それは全体としての流れの中での、基礎研究ということですが、結局のところは、彼らの言う基礎研究は、非常に大きな目標を置いて、それにいかに近接するか、近づいていくかということを、言っているわけですね。で、だから、装備基本的には装備化を、まあ軍事の装備化を目的とする開発を進める応用研究なんですが、まあ、まず応用研究という色を薄めて先進的な基礎研究であるということを、強調する。それによって安全保障への科学技術分野からの寄与ということを印象付けると、まあ、そういう言葉の使い方になっている。だから基礎研究と言いながら具体的には、何かよくわからないわけです。で、その制度の趣旨の記述で、その3つ目は将来の防衛分野における研究開発に応用できる可能性のある法画的な技術を対象としたものです。あるいは防衛装備庁が将来の研究開発に応用することができることを期待しています。これはまさに応用研究ですよね。だから去年は、ね、基礎研究と言いながらこういう応用研究として明らかに矛盾した表現をとっていたと彼らは反省したのではないかと思うんですが、今度は、本制度では、まあ、先進的な民生技術についての基礎研究を対象としているということですね。
それから学問の自由および基礎研究を含む学術の健全な発展は極めて重要であるとの基本認識のもと、安全保障と科学技術の健全な関係構築に資する基礎研究を期待しています。で、早速この文章だけを読んでいくとね、基礎研究ということが大変強調して、実際に防衛装備品そのものの研究開発ではないということを強調しているわけですね。で、その面では、先ほども小室田さんが言われましたように、ね、初めの、本当にこれが定着するまでは、いろいろな形で自由な研究のような、やり方を取らせるのは事実だと。アメリカの軍事研究、アメリカ軍からの金になぜ日本の研究者があんだけたくさん群がっていくかというと、やはりアメリカの資金は基本かなり自由に使える、報告書も紙一枚でよろしいというような、そういう餌をつけてやってやるんですね。で、それを、それを彼らは意識しているというわけです。で、この先進的な民生技術についての基礎研究を対象としているという言葉、これが今年、東京農工大とか岡山大学に私たちが講義に行ったときに、彼らが言うのはまさにこの言葉を使うわけですね。このように書いてあるではないというわけです。で、今までの文章では防衛装備品 の将来に防衛装備品に結びつけることを目的として、先進的な民生技術についてのこの、基礎研究を対象に基礎研究を募集しますと書いてある。その、目的としては一切大学側は言わないで、この言葉だけを取り上げるわけですね。で、先進的な民生研究できるんだからいいじゃないかというふうに大学は担うという状況であります。で、まさにこの安全保障と科学技術の健全な関係構築にというね、そのあたりは今の日本の、安全保障状況をいかにも反映しているような書き方ではないかと私は思っています。それから募集する研究テーマに対する、説明も例えば基礎研究として研究対象を理論的に解明した上で新たな環境下での動作を普及したりするような研究を期待しますというふうに、こういうのを書いてるわけですが、ここにもだから科学技術領域の限界を広げるような基礎研究、従来想定されなかった新たな用途を追求するような基礎研究を期待します。で、例えば基礎研究という言葉を使うことによって、これは何度も言いますが、研究者の躊躇する不安に思うのを和らげようとしているわけですね。で、研究テーマの説明事項というのが、これも毎年のように少しずつ変わっていくわけですが、初年度2015年に3つの観点というのが出たんですね。で、これは既存の防衛装備の能力を飛躍的に向上させる技術、新しい概念の防衛装備の創生につながるような革新的技術、注目されている先端技術の防衛分野への適用技術。で、これははっきり言って防衛省が、防衛装備庁が、つい言ってしまったという、本音はここにあるんです。彼らはこの観点で装備品の開発を行いたい、その基礎研究を、基礎的な、部分の研究をこの制度でやりたいと思っているわけですね。で、これが本音で、この本音が多分ね、これかなり防衛装備庁は戦いだと思うんですし、すぐにこれやめちゃったんですね。で、やめちゃって観点というのを本当に抹消して、概要とかね、提案例とか、必ず満たすべき条件とか、そういうふうに書いたんですが、今年も、研究テーマの概要及び応募の観点、その観点の中につらつらと、
先ほどの中身が、染み込ませてあるわけです。それから、まあ、課題の一例とそれから満たすべき条件で、その他特記事項という望ましいまたは考慮すべき事項という、まあ、非常に詳しい、事項が非常に詳細な説明と注文要請がついています。だから基礎研究と言いながらやはりね、研究への要求がどんどん、まあ、むしろ増えてるんですけど、研究テーマの募集を読めば増えていて、成果に対する縛りがむしろ強くなっている。現実の研究テーマ の募集ではどんどんそういう、縛りが強くなっていると思います。で、研究テーマの共通性ということで、この4年間に出された研究テーマをずらっとこう並べてみて、どういうテーマがあるかというふうに分類してみたら、4年間ずっと毎年のように、ね、継続しているテーマはまあこれだけあるわけです。で、まあ、少しずつ文言は変えてますが、基本的な部分はこれは変わらないです。で、だからあと2年間あるいは3年間募集したテーマは これだけで、実はここの緑で書いてる部分は、2017年昨年度の大規模研究で採用されたものです。4年間のものが3つと2ないし3年のものが3つですね。これ丸だったんですね。で、つまり毎年のように募集しているテーマは、それこそ防衛装備庁としては喉から手が出るほど欲しい研究結果である。それから、三角で赤とか緑、赤というのは2017年度に採用されたものですが、これもだからほとんどかなりの部分が、継続して、だから防衛装備庁としてね、いかなる、まあ、装備化というか、装備化のためにいかなるテーマを本当に欲しているかというのを、これもうちょっとつらつら見ていると分かってくるんではないかと思うんです。で、あともう一つだけ付け加えておきたいのは、知財権の持続というので、産業技術力強化法、これ2000年の4月に法律ができたんですが、これが日本版バイドル条項、いや私は全然この今日何も関係ない分野だったから全然これ知らなかったんですが、これ、ちょっと調べてみようというので調べてみたら、国なり研究機関が委託した、国の省庁が委託した研究開発の成果に対する特許権の取り扱いを書いたもので、本来はスポンサーである国に帰属するんだけれども、以下の3条件の全てを満たせば、受託者がから譲り受けないことにすると書いてある、国が譲り受けないことにすると書いてあるんですね。なんか分かんない、要するに訳の分からないような言い方で、要するに国から受託者に帰属させるという、受託者あるいは着機関にね。で、まあ、この条項ができたことによって、確かにJSP とかね、JSPS とかも、なんか補助金による、いろいろな研究で得た知財は、研究者個人、もしくは研究機関に帰属できるようになっています。帰属しています。しかし、そこに、この項目の2つ目でね、国が公共の利益のため、またはその他特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合、無償で特許権を使用する権利を国に許諾することという、こういう条項が入っているんですね。で、これはもうこういうのはもっと詳しい人があるかもしれませんが、まあ、こういう条項は入っているんですが、この防衛装備庁のこの制度による委託契約書で、確認書というのをね、まあ、採択されてすぐに確認書を書くわけです。で、その確認書にやはりこの今の3条件が書かれているわけですね。要するにこの3条件でお互いに確認すれば、知財の権利は受託者に、渡すということなんですね。で、そこの2項目目がね、先ほどの国がというのは防衛装備庁がと、それから自ら無料に供するという
関わっています。防衛省議長が自らの業に供するため、またはその必要があるとして、ね、それでかつですね、その場合には、無償で知的財産権を利用する権利を総議長及び総議長の指定するものに許諾することとあるわけですね。要するに、防衛省議長が、こういうことで必要であるぞということを求めたら、その指定するものとは防衛関連企業も入るわけですね。だから防衛関連企業にもこれを権利を使わせることに応じなければならない。でそれを拒否したらこの知財権は取り上げられる。この3つとも認めなければ知財権は3つとも認めるという条件によって知財権が被託者に渡るのであって、この1つでも拒否すればダメなんですね。でその条件の中に総議長および総議長で指定するものが使いたいといえば使わせねばならないというのが書かれています。でこれは、ね、他 の、 契約等でどうなのかもまだ調べていないのでわからないんですが、ちょっとこれは問題ではないのかなというふうに私は思いました。で、もう、時間がありませんから先ほど の、小宮さんの報告にもありましたように、軍事安全保障研究、つまり軍事研究の定義で将来の装置開発につなげるという目的を持った基礎研究も含むということを日本が打ち上げきちんと伝えているんですね。そして基礎研究であれば一律に軍事研究がないということでもないということも、でこのことを防衛装備庁の役人たちが意識してこの募集要領の中に生かそうとしているというわけで、このことも含めてね、募集要領を単に そういうものだというふうに受け取らずに、きちんとその裏を、それから2015年から4年間の間でどれくらい変化したか、それはつまり本音をいかに隠して建前だけにしていくかという歴史でもあるので、ぜひとも皆さんもそういう目で、見て周りの人に注意するというような機会も作っていただきたい。どうもありがとうございます。10分間休憩を入れたいと思います。3時25分から始めます。